一人暮らし作るの値上げなんだけど、うますぎてビビった。え、苦手？なので普通に、普通かも。できた。なんかさ、チークがさ落として、チークを落としてバリバリになんかなって、新しく買ったの300円だよ。安いよね。安いのにさ、ちゃんとまあついてる、つくんだよ。すごすぎと。プチプラ最高って思って、最高です。サットンさん、ありがとう。歌おう。チーク割れるよね。そう、チーク割れた。スラムのチーク最高だね。うわ、かわいい。これはまあ色がちょっとキラキラっていう感じなので、これでちょっと潤いをね持たせる、これが大事です。はい、でまつげもちょっと落ちてるので、あげます。ずっとお家にしかいないのにメイクをする、偉すぎ。ポチさん、ありがとう。あ、さっき ねさっきココハちゃんのさ配信見に行ってさ、コメントしたんだけど、多分透けました。ファンの方には見られててちょっと恥ずかしくなったよね。透けちゃった多分。いや、ファンの方にはバレてて、ちょっと恥ずかしくなっちゃいましたね。ちょっともう一回コメントしようかと迷ったんだけど、ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ね。ちょっと透けましたね、完全に透けました。黄色いぞうさん、いいね、10回ありがとう。そうなのよね、偽物だと思われたかな、もしかしたら。いや、まず反映されてなかったか。いや、偽物とかもいるもんね。だって仕方ない、仕方ないですね。ということで歌ってこう。歌ってこう。実はそのコメント見えてました。バイ、フリのここ話です。あれ。あれ、通訳の方が来たな。渋井美奈ちゃん、美奈ちゃんも、え、これ渋井美奈ちゃん本物のかな。トマトって書いてあるけど、なんか偽物感すご。え、美奈ちゃん本物これ、なんでトマト、余計偽物感出ちゃってるな。プロフィールとかじゃないんだ、まだ多分してもらえてないのかな、設定。すごい偽物感が出てるけど本物っぽいね。え、そのコメント見えてたって、じゃあ私嫌われてるんだ。いや、今ここだと電話してます。え、ちょっとココハちゃん、ココハちゃん、どう見えてたけど、ココハと電話してます。ちょっと情報がなんかすごい分かんないことだね。
えぶきちゃんが愛知がショールームの頑張ってるから応援してって言ってた。そう、えぶきが言ってくれてたらしいね。もう優しすぎ、優しすぎて本当に。もうイブ、山崎さんありがとう。アイチーさん大好きです。バイ藤野コハです。何何何。ちょっと待って、渋井美奈ちゃん仲介役みたいなことをしてくれてるみたいな。え、コハちゃん。 にゃおんさんありがとうございます。星投げしてます。ココッペ、ココッペ、ココッペだ、ココッペだ。 ありがとう、ココッペ。マジでさ、私さ、渋井美奈ちゃんと私あんまり話したことないんだよね。でも話してみたくて。そう、話してみたいってちょっと今密かに思ってるんだけど、まだなかなか話してなくて。でココッペはもう、あ、そう、今3週チャレンジ中だ。 いや本当にありがとう、本当にありがとうね。ココッペは星投げしてくれてるって。ココッペの笑顔大好きなのよ私。そう、もうココッペ見る、あ、ココッペってもう私笑顔になれちゃうの。 ココッペとても好きですね。で、あの藤ココ、ココアちゃんは、ココアちゃんちょっと照れ屋さんなのかな。かわいい、照れ屋さんなのかな、もしかして。かわいいわ。光一さんありがとうございます。そう、でも会った時にさ、喋っ、あの話しかけてもさ、ココアちゃん、なんか、なんて言うんだろう、ちょっと恥ずかしいみたいな。そう、うまく話せない感じ。そう、緊張してくれてるのかな、わかんないんだけど。そう、全然ウェルカムなので、全然緊張しなくて大丈夫だよ。私に緊張しちゃう、先輩ってだけで緊張しちゃうと思う。 PK さん尊い、ありがとう。ちなみに私も星全部投げました。みなちゃんありがとう。渋いみなちゃんってみなちゃんって呼ばれてるのかな、みんな。みなちゃん、しかもさ、今さ、今タッチしてみたらさ、HKT6 期生ですっていう文章に変えてる。ねえ、かわいい。何？私が トマトってやつでさ 言ったから ちゃんと変えてるじゃん。やば。みなちゃん、かわいい。 いや、後輩とさ絡めるの嬉しいのよ。でも私あんまりまだ話してなくて、全然。そう、話せてなくてね。なんか K4 とか、まあ出てるえぐっちゃんとかカレンメンとかまだね話す方だと思う。えぐっちゃん、うん。ヤシタンさんありがとう。イチタさんもタコありがとう。テリアさんだと思う。だよね。絶対にテリアさんだよね。かわいいな。いやー、ちょっと話しかけよう。やっぱ後輩からさ、来てくれるのは嬉しいんだけど、めちゃめちゃ嬉しいのよ。だからどんどん来てほしいっていう思いなんだけど、私も話したい。まさきさん、コリラさん、ありがとうございます。KSGK コンビとココッペに梅もん。 KSGK
KSGK ってなんだ。 KSGK、 あ、 MJ さんかわいい、ありがとう。ペンギンさん食べてありがとう。松人さん、ミノルさん、レインボーさん、ありがとうございます。ちょっとまあ仲良くしてください見てる後輩ちゃんいたら仲良くしてねもう気軽に話しかけて来てほしいな。クソか、 KSGK ってそういうこと。やばい、そんなことないけどな。 KSGK コンビ、しっかりしてると思うけど、チロシさんありがとう、マサキさんありがとう。いい意味だよ、いい意味で元気で明るいってことかな。そういうことだね。ピーピロさんありがとうございます。元気で明るくて無邪気ってことだ。そういうことだね、そういうことだ、そういうことだ。葵ちゃんさんありがとうございます。いやー、星投げしてくれてるのありがたいね。いてほしいね。3周目行ってきます。これ何分前だっけな。一田さんありがとう。タコ、10時までなので OK。 なんか歌おう。じゃ、制服の目公演だったんですよ、夜は。そう、なので制服の目、もしかして一つしかないのかな、これ。一個しかない制服の目一曲しかないね。のでまあ一曲だけ言っとくね。ピノキオ君、鼻を高くして全身ハイホー。絶好調チカゴの私。待って、これさ、ねねさんと下野さんのところモノマネいけるわ。いつの間にやら絶好調、この花のみっぱなし。ピノキオじゃん心配ないじゃん、ピノキオじゃん不安はないじゃん、ピノキオじゃん弱気じゃないじゃん。髪が折れたよ、花とかじゃん行ってみようじゃん、花とかじゃん楽しもうじゃん。今が旬、圧倒的なパワーでねじ伏せろ。オーイェーガチ戦、圧倒的に押して倒せ。あー運だって最後さ、いざすべ息になってる、いざす調子に乗ってる、いざすべ勢いだけで、いざすべ喧嘩を取ろうぜ。そんなことはちっとも気にしないよ。ノーハイで絶好調、痕跡最大絶好調、空前絶後絶好調、前人未到絶好調。このまま焼い遂げろ、また今さあ歩むビクトリー。
に生まれても伸びた鼻は元には戻らないぜ。止まらないよ、いらない息になってる。え、また調子に乗ってる。息をいらずれグッと止まる。最後さ、え、2回あんの？フルだと、え、どういうこと？あれ、2回あったっけ？ないよね。本当は、本家は多分2回。あれ、あったっけ？いつも制服の目であったっけ？え、全然。あ、あるわ。ああったあったあった、すいません、あった、あるあるある、本気あったわ、すいません。ねねさんと、その下野さんとねねさんのあれでもせん、なんていうの、脳内再生されちゃってた。あ、後半ありました、最後の最後。そうだね、調子に乗ってるって、私もともとパートそこだったんだよね。そういえば姉ちゃんに届け、届くな届くな。そう、私そこ歌ありだったんだよ、もともと。そう、実はね、なあ、あんまりな、やっぱそううまくは歌えなかったね、私歌ありの時は。そう、やっぱさすがねねさんだなって思いましたね。うまいのよ、本家に近づけてる。そう、本家っぽい感じ。 SKE さんの曲、そのピノキオくんさ、めっちゃこうはっちゃけてる感じなんですよ。そう、はっちゃけてる感じなので、それに寄せないといけなくて、本当はもうちょっとなんか元気にこう癖のある感じの、そう出したいんだけど難しいんだよね、それができなくて。あ、でもちょっと下野さんからのねねさんの難しい、セコンド、いい気になって、いい気になってる、調子に乗、調子に乗ってる。チーム S のは本当にやばい。そうですよね、なんか本当にめちゃめちゃ元気で、なんか聞いてて楽しい感じなんですよね。 Spotify に入ってたから聞いてみか、はい、聞いてみて、聞いてみてほしい。かなりすごいですよ、あの世界観がちゃんとなってるんです、本家様。だからもっと私たちも頑張んないと。スノートさん、ありがとうございます。ちょっとね、もう制服の目ないんですね一曲リセットだったらあるんだけどさ、サマステのやつを歌おうと思って。でも全然関係ない曲歌うね、すいませんけど、あともうちょっとで、あとアップか、全然関係ない曲歌う。初見です、ありがとうございます。ドラゴン投げてくれた、投げた、ミスターさん、おい、ミスターさん、ナオさん投げてたわ。たぶん気づいた現実を、僕は分かくないってこと、パスに構えて拗ねてても、人生を無駄に窓ガラス石を投げたって、人も社会も変わらなかった、無力な自分に腹立つ、青臭いロックの負けた、あんたに叫び続けて戦った情熱はどこに消えた、
あんた迷子のせいか、仕上げてしまった僕はいつの間にか大人になってた。イエーイ、ヤオさん、 MJ さん、めっちゃ投げてる。クリションさん、ヤシタンさん、ツッキーさん、おうちゃんさん、またさっきね、ホクピグさんとかも投げてくれてさ、ニャオさんとかも投げてくれて、クリションさん、ありがとう、あや、ありがとう、めっちゃ投げてる、アミクさん、投げてる、教師に飲んでる、ね、さすがに調子乗ってますね、ミラボーを投げるのは。ミラボーをね、連続で。投げるのは。あ、勝てないか。ここ好き。ねえねえで諦めて後悔ねえか。まだまだまだもっとやれんじゃね。ルー、ルー、ワン、ツー、スリー、フォー。やってんねえ。おいちゃんさん、やってんねん、エルブさん、やってんねん、負け犬のと覚えていいんだ、きっと誰かが聞いてくれてる、何より自分が歌いたくなったよ、古臭いの声かと今でも声は出るはず、怒りはこの胸でくすぶってる、かすれたシャトルのせいか、なぜかあの頃よりもストレートにぶつけたくなる、青臭い僕の負けはあんなに叫び続けて戦った、情熱はどこに消えた、パッタマイクのせいか、しらけてしまった僕はいつの間にか未来の自分を隠してるか、青く咲く、はい、やってます。誰だ、クリショーさん、クリショーさん、ズッキーさん、クリショーさん、ホクピグさん、レインボーありがとう、 MJ さんやってます、調子乗ってます、調子乗ってる、調子に乗ってる、そして剣あったのいけなかった、おしゃれ会歌ってもカラオケ大会、サティさんがありがとう、あれなんだっけ、ペンライトありがとう、50、あ、10時までか、3週完了とか、ありがとう、ご苦労です、ご苦労だ、今日のさ、今日のってか今のこの配信 MVP さ、私がコメントを、あ、ココハちゃんにコメントしに行ったやつ、本当は透けたんですけど、あ、透けたと思ってたんですけど本当は届いてたっていうことで、まあテリアさんっていうのが分かりましたので、ちょっとまあココハちゃんが配信してる時とか、また行こうかなチャレンジしに行こうかな、ココハ照れさせたい、入ります、入りますというか、ココハ藤子ココ照れさせ隊を、発足しました。亀さんファイト、ありがとうございます。ヒルさん、レインボースターありがとう。藤子ココ照れさせ隊です
照れちゃうのね。透けるかね、また透ける可能性ありますね。とりあえず、まあ星投げしてくれたミナちゃんとあとココッペ、まあまとめてちょっと可愛がりますちょろいとか言ってね、なんか私もね全然まだ話せてないのよね。そうなのよ、すいませんけど。ゆいちさんありがとう。あと1分、あともうちょっと終わります。次最後は23時35から23時55だから20分配信かな、最後になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。もうラストだね。またね、バイバイ。